はい、皆さんこんにちは、ミガミックスです。ロマンシングサガリユニバースやっていきたいと思います。まあ動画にするのはね最初以来なんですけれども、まあ、やっぱりアセルスですね。もうアセルスを手に入れて超テンション上がってるんで、今回は正統アセルス、ベリーハードのバトルクエスト9、君を一人にはしないをやっていきたいと思います。やっぱ超かっこいいよアセルス。もうロザリオインペールを覚えたんでね、ちょっとこちらを、使っていきたいと思います。パーティーの編成としては、アセルス、アルカイザー、キャット、ウンディーネ、アザミちゃんということになってます。まあ詳細はいいかな、こんな感じですと。しかもバトル音楽もねサガフロのこれだからね超かっちょいいよね。で一番最初のラウンド1は通常攻撃だけでなんとかします。でアセルス本当はねあの S アセルスの天地2段を継承させたかったんですけど、ちょっとまだ覚えてないんで。いけ、みじん切りだ。おお、いいね。やっぱ素早さ高いキャラはね回復率も高いのがいいよね。でこいつは2ターンで多分排除できるんで OK。 でラウンド2のこの9体ですね。で今回この編成できたのはもう一旦で一掃するためです。基本的には連機賞3連発でなんとかなるとは思うんですけど、一応全員全体攻撃でいきます。連携がつながってくれればね連機2発でいけるんだけど、でミラージュステップか、2人ミスったか。ミラージュステップなんだろうね、ちょっとミスが多い気がする。まだアセルスが育ちきってないからかな。でボス戦デュラハン、ここはねまたミラージュステップ使うでしょ。でアルカイザーはちょっとアルフェニックスを決めたいんで攻撃で BP をね今使っちゃってるんで、でスコールで後ろの敵も一掃する。でアザミちゃんも連機、これで後ろの2体は倒せるはずなんで。てかアザミがねマジで強いうちのパーティーの中では。あ、火炎を食らってしまったか。これで後ろの2体は、いや一掃できねえのかよ予定と狂ったな。ミラージュステップで11で、ロザリオインペールはね12でしょ、いけるな。ミラージュステップで排除しよう。でそうするとこいつももう一回ぶん殴って、でこいつもぶん殴ってオーバードライブでなんとかしましょう。回復する必要ある、耐えられると思うんだよね。一回ぶん殴っとくか。ちょっとこのターンはためですね。アザミちゃんがもう BP 使い切っちゃってるんで、このウンディーネちなみにね、あやばい死ぬ、あーミスったか、あやべ死ぬ、魅了されたか。いやでもここでオールオーバードライブをかけます。ロザリオインペール、アルフェニックスの踏みつけで、こいつはちょっとコークスクリューしか使えないんでもう使っちゃいます。なんかウンディーネ構えてるけど大丈夫か、まあ、殴られるくらいだったらね全然いいんだけど。いやマジでかっこいい、スコール打ち返い、ガーッ壊滅的ダメージを受けたんだけど、いやでもこれはねゴリ押せる、これはゴリ押せるはずだ。いけ殴れ、よっしゃ危ねえ。まさかスコールでここまで壊滅的ダメージを受けるとは思わなかったけど、という感じですね。まあやっぱりねアセルスですよアセルス。あとちょっと白柄もね欲しいんでね、アセルスを手に入れるためのガチャがね結構割と早く終わったんで、白柄にね突っ込めそうなんで、ちょっと次は白柄のSS のガチャを引いていきたいと思います。まあそんなわけで、まあ短いですけれども、今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。